どうもバーンです。ゼロベースで作る電子工作のシンセサイザーですね。これのシリーズ第5回目かなになります。どうぞよろしくお願いいたします。次のステップいきます。MIDI の入出力をですね動かしていってみたいというふうに思います。でとりあえずなんですけども MIDI アウトをね、作りました。で、やろうとしてるのはですね、この鍵盤、これ鍵盤ですよ、キーボードですね。この鍵盤を押したら、こちらの電子オルガンから音が出るというところを作っていきます。とりあえずね、原型ができましたんで、お見せいたします。まずは、このシンセサイザーの電源入れます。で、このこっちの方のオルガンシンセサイザーの方の電源入れます。入りましたね。で、ここ押したらこっち側から音が出ます。いきますよ。来ましたよ、音が出ましたよ、ブーンって。ところがね、ちょっとプログラムしたんですけども、音がね止まらないんですよ。この音が止まらない原因がねちょっとよくわからないんです。まあまあこのくらいはすぐね解決できるんじゃないかなというふうに思います。で、一応こっちちゃんと動いてますよね。こっちはブーって言ってるだけで、こっちはですね、何を押してもブーなんですよ。ちょっとねこれは想定内なんですけども、こうキーを押してて離したら止まるっていうのはちょっと想定外なんですね。一応ね両方音出るっていうのはできるんですよ。これ今このシンセサイザーの音は絞ってあるんですよ。ちょっと音を上げますよ。そうするとこっちの音階は変わるな、想定内です。で、こっちの音が止まるのも想定内なんですけども、こっちの音が止まらないっていうのが想定外なんですけど、ちょっとね直していきます。一旦カット。はい、どうもです。音止まるのはちょっと後回しにして、音階が、こっちに反映されるっていうのをですねまずは作ってみました。ちょっとやってみますよ。ここを押したら音階が変わるはず。とりあえず音が止まらないんで、止まらないんですけども、とりあえずね MIDI 信号のやり取りができているっていうのはね確認できました。あとは音を止めたらとりあえず、MIDI センドは完成ですね。あ、音量とかもちょっと、ちゃんと反映させていかなきゃ。このジョイスティックの左右で音量、つまりキーを叩いた時のね音を反映させるっていうのをやりたいですね。ちょっとそれはまだまだ先のステップになろうかと思いますけれども、とりあえず音止めんことには楽器としての体をなさないですよね、これね。これじゃダメだ。もうちょっと考えます。一旦カット。はい、どうもです。もうちょっとだけね進展しました。とりあえず止まるようにはなったんですけどもね、挙動がね挙動ってるんですよ。ちょっとやりますよ。音が2回鳴る。しかも音が上がったりする。とりあえずこっちの音消してみましょうね。このシンセの音を消しました。なんで2回鳴んの君、おかしいやろ。はあ、しかもこう上げた時に止まってほしいんですよ。これがバンクオリティ。これやらせても何でもないんですけどね。まあ いやとりあえず演奏できるかチェックしてみましょう。ドレミが演奏できない。キーの後鳴りがちゃんと動いてないではないか。もうめちゃくちゃやな。ちょっとなんとかします。一旦カット。はい、どうもです。とりあえずできましたね。ちょっとやってみますね。ちょっと怪しいぞ。とりあえずいけてますでしょ。
これ何やったかって言ったらですね、とりあえずオフの時は全ノートオフ、全鍵盤オフっていうやつをやったんですよ。どうせ和音はできないんで、あ、でもやろうと思ったらできるか、いやできないな、そもそもこのスイッチの構造上和音はできないんで、もう離したら全部止めるっていう風にしただけの話です。でそのコマンドがですね、コントロールチェンジの123番で、オフにするっていう方法があったので、それでやったというだけです。で一つ一つのキーをオンオフ管理するっていうのをちゃんとやらんとダメみたいですね、ほんまはね。まあでもとりあえずのとりあえずなんで、とりあえずあの設計上はこれで、設計上じゃないや、やりたいことはこれ、こういうことなんでね。ただやっぱりあのアナログ入力のスイッチを使ってるんで挙動がねやっぱり不安定ですね。まあ面白いですけどね、ゆっくり弾いたいんですよね。そういう問題でもないかとりあえずね、原型ができつつあるというところです。次回はミディ、インをですね、試していってみようと思います。これがねちょっとねなかなかね一筋縄じゃいかなさそうなんですけれどもね。はい、というわけで今回の動画は以上です。ではでは。